い、おい、やべえじゃねえかよ。親父、すまねえ。鹿丸、さくら、戦う前に死んじゃうじゃない。忍びは終わりだ。もう続けることはない。お前を認める者が存在しない世界だ。何もしなければ助かるってことか。この退治はオビトと密接につながっておる。ザルトビ先生、オロチマル。待たせたね、15にサスケ。しかし近くで見るとやっぱ大きいね。どういうことだ。つぼみが開花する気配はない。8尾と9尾の人中力がまだ生きてわかるか。つまり開花できないわけではない。まずいの。俺のオリジナルが聞いたことを。神殿神の実は。はい、できます。おじい様。それより連合もお前たちにも伝えておくことがある。なら、どうやってあんなのと。あと15分程度しかないってのに。時間内にあの木を切り倒すか、十社を倒すしかない。そうだ、そのままでいい。あの後で何度も思ったんだ。これは俺は やっとけばよかったってよ。ことになんかできねえんだよ。気にするな。ナルト頼むよ。聞かねえって分かってんの。さっきのお前と一緒にするな。そもそも15の順位と戦術の力、サスケ君のスサノオが同じように15のチャクラに適応しても、ウチハサスケか、かつてのマダラと同じ可能性を見せる。あなたはいずれマダラを超えた忍びになると。後悔は先に立たんぞ。これから先、国は関係なく、忍びが皆協力し合い助け合い、どうか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 、我ら忍びの本当の夢を。よし、我らは広がって指揮を取るぞ。サン、ナルトがみんなが必要としてんだから。今はもうそんな思いをあいつに。昔一度親父に言ったよな。初代様と違ってナルトのあのバカ野郎に。まあだから
だからこそ悪いけど親父、俺はまだ足りねえからよ。持ち直した。ありがとう、さくら。おじい様、すまぬ。不甲斐ないのはこの俺ぞ。だが、おじい様、そう、火の意志ってやつが。よし、やつが戦いに気を取られてるうちに。この大地に比べれば小さなものじゃぜ。行くぞ、お前ら。オーケー、ダブルラリアットだぜ。さあみんな、行くわよ。渦巻きナルト、今お前が皆を一つにしている。先を行くぞ。行くぞ。続け。三代目、お前とナルトのチャクラのつながりを利用させてもらう。少し攻撃形態にするか。薬号で2人なら尻骨輪からおそらく口寄せ投げる。出る。あれでどうなるのだ。くそ、やっぱ早いけど。夢の中へ連れて行く。決して折れない心と変わらない火の意志。しかしナルトと戦い、ナルトの言葉を聞いて何度も確かめて探してみて。今のはナルト君とサスケ君が。いいか、仲間にはいずれ裏切られる。かつて里の者もサスケもお前を裏切ってきた。お前も俺と同じだ。それでもお前は自分が変わらないと言い切れるのか。そうまでしてなぜ戦う。自分も人道だからだ。眠るのは明日、夢は自分で見える。今さら何をしようと変わらんぞ。月だ。月夜の夢の世界へ向かう時は近づいている。この剣は陸道仙人の神剣、布ぼこの剣だ。俺の思いは貴様らに勝る。サスケ、俺たちは一撃に集中する。人一倍頑張るやつを見ると、おのずと手を差し伸べたくなる。これね。僕がうまくできるから。強い。行って、みんな。
せ俺は。止め方を教えてまでだ。で、どうすんの？その前にそのうち役に立つぜ。早くしろ。そっか、あいつそんなこと。ナルト君、前に来て手を。私の名はマタタビ。ニー・ユギト。私は国王ハンダ。ギセブン長命だ。フッス。ナルト、そのまま美獣どものチャクラを引き抜く。もともとは俺とつながっていた一尾だ。俺がやる。ゴーロ、やっと弱点を暴露。ハッタンのチャクラは俺に任せろ。ヒルフィー、そうすら奴の力は12の抜け殻だけになる。それだけじゃねえ。その面引っぺがしてやるってよ。俺はそちら側に行くことはない。木陰の自分なんか想像すんな。行くよオビト。今のお前じゃ凛には見向きもされねえよ。うちはオビトだ。いいから来い、この野郎。負けたのか。